こんな剣道行ったらええやんか、うるさいな。今ちょっと行って立ってこようって言うただけや。言ってるやん。ひどい今か言うて。もうわかこの人たちめっちゃ死ぬやんか。いいってやめて。あんちゃん脱いで剣道着。楽しみにしてたらええやんか。違うって奥で言ったらあかんやん。手で言ったら失礼やん。ねえ、早く脱いで行くから、早くさっさとしたら早くするね、早くして。なんでよ。何に怒ってんの。どうしたどうした。行こうだから早く。入れるよ。スピード亀やけどな。事情聴取伺っていいですか。じゃあ通行人の方ですか。いや俺も早く。やってよ。今手当たって痛かった。痛かったんです。あ、待って、おい。ちょっと待って。大丈夫。そっちの心配すんのよ。ケンさんが来たばっかりなんですけど、わかんないんですけど、どういうあれなんですか。今度は剣道行きたいべよ。どうしたん。早く。何があったん。行けばいいやん。何があったん。人に行くって言われたから。俺が剣道行きたかったのに。剣道行ってきます。明日買いに行くから。いや明日が今日の自転車さん行ってて、それで明日ってなって、俺もう今日買いに行かんのかなと思ってて、自転車で急に行くってなって、剣道着着てる時に言われたから。違うよ、剣道着着る前に言うたのに。剣道行く、だから早く。分かってる。だからほんなら剣道行ってき、明日行ってええやん自転車や。どっちに行きたいか言うて。なんか飛んでる。見に行くだけ見に行きます。見に行くだけ見に行くんかい。はよ一歩分かってるって。なんかめっちゃ求めたことない。言ったことないしで泣かんといてくれる。もう大丈夫。遅刻したらあかんの。はよ一歩って言ってるよ。遅刻するのが嫌やんな。いつも遅刻するのに。何してる。言ってるよ。かっこいいな。誰だっけ。これか。位置情報バレるからやめて。あーちゃんといて。とか言って取るっていう。これか。おでどう思いますか。情けないな。戻るやろ、紫分かっとるわ。わびのままに買いに行かな、なんちゃう。わびってなんの、なんか、お餅みたいに言わんといて。東京早くプレゼル。何がいいの。待って、俺お財布忘れた。なんちゃんね、お金出したるから。ワンピースって言うの。え、分かれへん。シュメアムラ。店員さんに謝りたいんですけど。店員さんに謝りたい。店員さんに謝りたい。値段見てないけど大丈夫これ。何円する前と思った。そうやと思った。おくじゃず銀行だ。挟まない。あ、俺も。挟む時にちゃんと綺麗にやられる。これを。じゃベロ。ベロ？これ使わないと思う。これ。それいいじゃん。耳多分挟むじゃん。違う？それして何がある？挟むだけ。深いこと言わんとって。ウィンってあかんねん。挟んだらなんかええことあんねん。お母さんと喧嘩したんです。あ、そうなんです。喧嘩じゃないです。仲直りできるように祈っております。怒られただけやね。はい、プレゼント。おぉ、俺のお金じゃないけど、お詫びみたいな。お詫びみたいな。それリボン選んでんで、ね、リボン。カラーじゃない。ちゃう。スーさんが選んでんで。ありがとうございます。シュープリーム146。シュープリーム？